はい、皆様どうもマフロです。それでは戦国無双4、今日からですね東北のショーをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあやっていきます。わしを父を討て。何をためらっておる。構わん、撃つのだ政宗。伊達を潰すわけにはいかぬ。撃て。家を潰したとあっては全言。小十郎、ご無礼お許しを。肩の力を抜いてください。政宗様、天正12年、陸奥の大名伊達輝宗より家督を譲られた政宗は積極的に領地を拡大した。政宗の勢いを恐れた近隣の城主二本松義継は政宗に和睦を提案。政宗は義継にわずかな所領を与えた。義継は所領安堵の礼として伊達領を訪れるが、そこで見送りに来た輝宗を拉致してしまう。政宗は人質となった輝宗もろとも義継を討つと弔い合戦として二本松城を攻めた。これに対し二本松城救援のため佐竹ら周辺勢力の連合軍が来襲。政宗は二本松城に包囲部隊を残し、自らは連合軍迎撃のため一鳥橋に陣取った。数の上では圧倒的に不利だが、政宗は引けなかった。父のため側近片倉小十郎と共に過酷な戦に臨む。東北の将一鳥橋の戦い。はい、この二人しかいないですね。承知いたしました、政宗様。一番使えそうな武器を与えています。レベルはでも3とも1なんですけど大丈夫ですかね。やっていきます。本気で潰しに来たか。連合軍を率いて襲いかかってくるとはな。しかも敵は我が軍の数倍。じゃが負けるわけにはいかぬ。盾の下げ祭とはわしのこと。さあ我こそはと思う者はかかってこんか。旗持ちがいる。味方本陣を狙う敵はサゲス様が止めています。今の間に南の橋の敵を破り戦局の打開を。
川が通るかもしれません。敵将撃ち取ったり救援コンフィナリック救援また倒れんぞこの老骨先代テルムネ様から受けた恩すら返しておらん春日でございますマサムネ様敵将撃ち取ったり もうやられたの早いよサイエンズおのれおのれ解剖本陣がまだ急ぎなだれ込む敵を食い止めましょうはい私のために父上も左月をせめて左月の仇はわしが取る天をつかむまさにまた感情的に巡らせ少々頭を冷やして差し上げねばなりません戦を恥ずかしながら大暴れをして敵の目をこちらに引きつけましょうはいはい彼女は守りません破られては本陣が危険にさらされます打ちのめしますその武勇、あやかりたい兵は無能でいらっしゃる恩恵を生かしよって急ぎあの無礼者を討ち取れ挑発に名乗る この寒さならば川もそろそろ重谷さん戦場中央で少し粘っていただきたい地の小十郎に策ありか心得た敵を存分に引きつけてくれよう頑張るよちょっとお許しくださいでは本気で手荒にしますいそさかやりすぎてしまいましたI'm not sure.
してございます。強さよ、打ちのめします。いささかやりすぎてしまいました。結構大変打ち取りましてございます。これぐらいでよいか小十郎。さすが武の重実と称えられるお方、期待通りの働きでございます。小十郎、次はどうする。佐竹に押しつぶされようぞ。点をつかめ。ご安心を。まさまさ、この小十郎に策がございます。北西の川がようやく凍ったようです。敵は中央に目を奪われ気づいていない。速やかに変わった敵陣に潜入し同心中を演出いたしました。どっち行けばいいの結局。あ、とりあえず上行こうか。これが格の違いよ。馬越兼次、ただいま参上。我が主、上杉海勝様と義重殿の遊戯に従い佐竹家の援軍として参った。見ておれ、なぜこんなところに伊達軍が。さすがでございます、マソノミさん。この先殿が討ち取られたぞ。ハリウ殿が伊達に寝返った。違う、これは伊達の策じゃ。わしは何にも。この先殿が討ち死に。一体何が起きているのだ。開門。佐竹が引き支度をしておる。小十郎、これはどういうことじゃ。関東の北条が佐竹領の背後をついた。幸運でございました、マサマさん。剣をつかめ。小十郎、まさか貴様そこまで手を。何をぼーっとしておられるのです、政宗さん。佐竹義重を討つ好機逃してはなりません。敗北条件変更。こっちから攻めてよかった。義重の退路を断て。今やつを逃がせば伊達に未来はないぞ。あの人倒された。一気にやっちゃおう。はい、大炉を断たれたか。もっとやっちゃう。本陣がやばいね。あ、直江さんがいる。はい、お前は昔政宗の取り出た耳目を処理し武の重実と並び死の小十郎と称えられる。
片倉小十郎と申します。ご無礼ながらあなた様を処置いたします。お相手いたす。では本気で。倒しきれなかったか。よし、立て。敵将、討ち取りましてございます。言わ死なぬ、倒れぬ、屈さぬ。力を及ばずか。これで OK かね。戦わん。行けよれ、ガシラ牛。オッケー。この圧倒的な戦力差を覆すとは、伊達政宗恐るべし。結局義重を取り逃がしたか。奴はまたちょっかいをかけてこような。今は喜びましょう、政宗様。伊達家最大の危機を回避できたのですから。これが欲しかったね。お、力結構上がったね。上々の戦でございました、政宗様。南奥州の覇権を決める戦で佐竹や上杉まで追い払うことができたのですから。何か上々か。父上がご存命ならばこんな戦すら起こらなかった。下月も死なずに済んだ。全てわしの未熟さゆえよ。なぜ父上がわしに撃てと言ったのか。なぜわしは父上を撃ってしまったのか。とりあえずクリアできました。ちょっと早いですけども区切りなんでここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。